願いします。です。座ってください。あ、もうよく来るんですか。はい、あの今回と私仕切らせていただきます。あ、そうなの。あ、よろしくお願いします。清原さん、ご一緒します。誰が僕。昔平地クリニックで一回おったことがあるんですけど。こちら新明石寿司は清原選手も来たことがあるグルメ著名人御用達の名店。普段から極上ネタで知られるこのお店ですが、今回は清原選手も口にしたことがない貴重な一品をご用意しました。今日ちょっとですね、普段美味しいお寿司食べてると思うんですけど、ちょっとね大将すごいお寿司なんですよ、はい、今日。はい、マジ。ちょっと贅沢食いしたい言ってたから。お前ですか。やっぱそりゃそういうの出していただければ。ちょっとじゃあ大将、はい、用意してもらっていいですか。はい、普段ちょっとこれは出してないんですよね。清原さんもこれ食べるの初めて、この場所はね。あ、マジで、はい、こちらは青森県大間産の本マグロ。過去に最高1本2000万の値がついたこともある極上品。今日ちょっといろんなお話を、はい、お前はそこに持って何をしてんの。手伝いね。はい、手伝いね。はい、僕は基本的に触ると大将に怒られるんで。いや、ほんまにね。大阪、関西に来たらもうお寿司はもうここ。そうですね、もう15年近くですね。大将、さっきから身がこんなにこっちで飛んでる。ごめん。いつもここでタバコにけてね。そうか、テレビまで。そうですね。ごめんなさいね。TV ショーなんでね。はい、そうですね。さっきこれ全部ここなんですよ。これをね食べてもらおうもね。番長に召し上がっていただくのは、一本のマグロからたった10貫しか取れないという顎の隙間と言われる部分。普段結構でもお酒を飲まれるんですか。飲まれます。こういうところね、はい、阪神に来ました。癒されて怖い。怖い。見せてくれるんだ。かけ癖悪かったりとかそういうのはないですか。悪い悪い。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 聞いてあんたは箸の散歩は。今日はお正月なんで、もうブレコンなんで。楽しい酒にしなさいよ。ほんまそうですよ。今日好き嫌いないの。何でも食べても食べてもらえますね。食べますね。芋が好きですよ。ほんと。はい。苦手なものって聞かれたんで、井川って言いました。結構みんな。ジャイアンツの頃一番苦手だったピッチャーが今年ヤンキースに移籍する元阪神タイガースの井川投手。確かに打てませんでした。いいもんが好きですか、やっぱり。まあ、嫌いなもので結構知られてとか言ってましたね。清原さん何ですか。お寿司のネタでじゃないんです。さあ、早速握り出したやんか。はい、これはすごいですね。青森大間産の本マグロのカマと呼ばれる部分ですよね。カマ、これ、はい、そうです。マグロ1匹って大きいじゃないですか、マグロ、この中から10貫しか取れないネタを、はい、ここで。そうなの。はい、本当にもう完成しましたか。はい、うわ。さあ、じゃあこれちょっとお二人に今から食べてもらうんですけども、はいはいはい、食べてもらう前にですね、はいはいはい、おいくらぐらいすると思われますか。まあ、1貫いくらかということですけども、じゃあまず浜田さんから。一体なんとなく言うても、でも一貫ですから。せやんな、はい、ただお前の言い方が、はい、ものすごいみたいな言い方するから。まあ確かに1万とか2万の世界ですか。まあちょっとこれはノーヒントでいきたいと思いますね。いや、もう1万だよ。じゃあ1万円、うん、一貫1万円、清原さんはじゃあ、うん、9000。やらしいわ。9000円、一貫1万円、うん、発表します。はい、1本のマグロからわずか10貫しか取れないこの握り、気になるお値段は。1貫5万円です。嘘やん。嘘やん。大将、ほんまに1貫5万、10万です。ほんま、マジで。マジですよ、これ。番長も思わず吠えた1貫5万円のマグロ。番長、浜ちゃん、それぞれ2貫ずつ締めて10万円分なり。普通のサラリーマンの月収ですよ、これ。キヨちゃん、ほんま。ほんまに月収ですよ、これ。はい、じゃあ、キヨさん、キヨさん、食べください。まあ、匂いがいいですね、大間は。一貫5万円、はい、もっともゆっくり食べてくださいね、ほんとに。5万ですよ。さあ、一貫5万円分のお寿司のお味、いかに。砕かれて。あ、キヨさん、もう5万円分でしたね。どうですか、お味は。うまい。すごいですね。びっくりしました。どうですか。いや、そりゃさ、うまいけどさ。続く2貫目もあっという間に完食。一瞬で20万円が胃袋の中へ。さあ、満足していただいたところで、ここから番長への質問タイム。はい、
波乱